人とは違う腕差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙にふとして書いてあった、自分らしさってなんだ、子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものを好きだと言って、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から理解されるための建前、大人になるほど後悔する生き物になる、でもねそれでもね逃げるものがあるんだよ、だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ、僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる、そういうもんさ、自分らしさってなんだろう、変えられない大切があるから、変わりゆく生活が正しい。